皆さん、こんにちは。ピアノ講師の金久保と言います。普段は東京で大人専門のピアノ教室をやっております。まあ、ちょっと変わった経歴で。大学は音楽大学を出たわけではなくて。普通の理科系の大学を出てですね。えっと、普通に就職して働いてたんですけれども。まあ、心の底からピアノと音楽。まあ、特にクラシック音楽ですね。これが好きで。 3年ほど前に会社をを退職して今、まあ、ピアノ講師ています、はいということで、まあ、自己紹介はほどほどにして、まあ、実は僕あの初めてこういう YouTube の動画撮影して投稿するんですけれども、まあ、今回はね、あのー、出さなきゃいけないなと思って動画を撮影することにしました。まあ、というのも、まあ、この動画2024年の1月25日に撮影しているんですけれども。 えと昨日アップルの新サービスでっていうのが発表されたんですねこのサービス去年の3月には、えー、北米と、えー、ヨーロッパだったかなでは、えー、もうリリースされていて、まあ、早く日本版出ないかなと思ってずっと期待して待ってたんですけども、えー、と出ましたねついに、えー、よかったです。 まあこのサービスが出たことでサブスクで音楽を聴くっていうまあクラシック音楽を聴くっていうことが根本から変わっていく可能性が高いなと思ってます、まあ、それはどうしてなのか、えー、これから詳しく解説していきたいなと思いますそれではどうぞ <music> えまずはですねえで、ー、となんでアップルミュージッククラシカルっていうのが発表されたのか 出てきたのかっていうところから話していきましょうかえ、アップルミュージッククラシカルとはまあ、いわば従来のアップルミュージックのクラシック特化版なんですよね。もともと Apple music でクラシックを聴いていた人ならわかると思うんです。けれども、求めていた録音にこうたどり着くっていうのがね。結構大変だったと思うんですよね。えー、まあなんでかっていうと、クラシック音楽のデータ構造っていうのがすごく複雑だからなんですね。 どういうことかというと例えば「革命」という曲、まあ、ありますよね、えー、ちょっとこの曲について考えてみましょう多分多くの人はショパンが作曲した「革命のエチュード」っていう曲をですねあの思い浮かべると思うんですね、まあ、正しい名前は「エチュードオーパス10-12」なんていうふうですけれども、まあ、その曲を思い浮かべると思います、まあ、でも革命と称される作品っていうのは 例えばですけれどもショスタ・コービチの公共局第5番の第番通称とししてもたたままに呼ばれたりしますよね。だから革命と検索してもですよ、えー、と一応ショパンのエチュルドは出てくるかもしれないんですけれどもそこにはショスタコーヴィチの交響曲の情報が紛れ込んでいて純粋にショパンのエチュルドだけの情報を取り出すっていうのは結構難しかったりします。まあ、そこで、 こうした同じタイトルを持つ作品っていうのがまあ、区別できるようなまあ、情報の検索には必要なんですよね？まあ、それはまあ今まで私たちがですよ。あの知ってたまあ事前の知識というか、まあ調査といいますかね。リサーチによってまあ区別できるようになっておく必要があったんですよ。これらは作曲家の違いだけではなく、作品番号です。とか種類通称。 まあそういったもので極めて複雑に分類されています。まあそこで今回登場した Apple Music クラシカルっていうのは、そうしたデータ構造に最適化された検索機能っていうのが特徴になっています。必ずしも Apple Music に登録された作品がガラッと増えたわけではないんです。Apple Music クラシカルは Apple Music の別アプリとしてまあ提供されるわけなんですけれども。 従来の Apple Music に登録していれば追加費用を払うことなくそのまま使うこともできますこれはすごくありがたいですよねこのサブスクなのでお金はかかるんですけれどもこの料金については動画の最後の方で解説しようかなと思います続いてアプリのインストール方法と導入について一応解説をしておこうと思うんですけれどもこれは大丈夫ですよね一応紹介しておくっていう感じです まず OS を最新版にアップデートしておくっていうことこれ大事ですねこれアップデートしておかないとそもそもとして使うことができないということなので必ず OS を最新版にアップデートしておいてくださいそれからもう一つなんですけれども従来のミュージックアプリが導入されているっていうことが必要なんだということですアプリケーションのダウンロードとかその辺は大丈夫だと思うので省略したいと思います 初めてアップルミュージッククののサブスクに入る人っていうのはアプリを立ち上げた時に案内が出てくるはずなので、まあ、画面の指示に従って登録すれば、えー、とすぐ使えるようになると思います。あるいは iPhone また iPad の場合ですと、えー、設定画面に移動して、えー、ミュージックまで下にスクロールしてからアップルミュージックに登録するっていう手順だったかな。うん、で、えー、画面に表示されてる指示に従って、まあ、登録を行うっていう、まあ、そういう方法もあります。 でははここからはねアップルミュージッククラシカルっていうのを実際にダウンロードしてちょっと暗くなっちゃいましたけどね実際の使用感っていうのを見ていきましょうかじゃあ行ってみましょうはいということで、えー、早速アプリの方をダウンロードして、えー、使ってみたいと思います、えー、ちなみになんですけども私アップルミュージック普段ん iPad の方で使ってますので iPad のインターフェースが表示されてると思います これ iPhone とちょっと若干違いますのでその点ご了承ください。はいということでこれが一応ルクラシカのの最初の画面もうすでにね私は何度もあのいろんな曲をですね聴いてしまって最近の再生っていうところにものすごい数の録音がもうすでにあのー、入っちゃってちょっとデフォルトの画面とは違うかもしれないんですけれどもその点ご了承ください。 まあちょっとこうアップルミュージックのそのもののアプリと比べるとなんかフォントがなんていうんですかこれ明朝体っていうんでしょうかねまあ明朝体になってたりとかまあ若干ちょっとこうインターフェースに違いはあるんですけれどもまあ大体似たようななな感じじで使えるんじゃいいかなと思います。今回はアップルミュージッククラシカルがリリースされるにあたっていろんな作曲家の作品っていうのがカテゴライズされて調べやすくなってるんですよね。 まなのでとりあえずどんな感じか使ってみましょう、えー、画面の左上ですねここちょっとタップしてもらって iPhone の場合ですと画面下の方にあると思うんですけれどもこの見つけるっていうタブ、えー、こちらをちょっとタップしてみましょう、まあ、そうするとこんな画面が出てきますね、えー、作曲者時代ジャンル指揮者、まあ、などで分類されてるっていう感じでしょうかとりあえず今回は作曲者でちょっと調べてみましょうかじゃ作曲者タップします そうすると、えー、こんな感じで作曲者まあ聞いたことあるような名前の作曲家たちですねずらっと出てきますこれ一応初期の設定ですと、えー、右上をタップしてもらうとネット出てくる順番っていうのがあります現状ちょっと人気っていうのに、えー、マークがついてますのでまあ人気のある 作曲家なんでしょうねそうなるとバッハ、ベートーベン、モーツァルトっていう順番で人気なんだなっていうのがなんとなくわかると思うんですけれどもとりあえずまあそんな感じで出てきますこれがまあ名前とかになると名前順であこんな風に出てくるんですね杉山浩一さん出てくるんですかあすごいですね面白いですねとりあえず人気順に出してみましょうかということでまあ一番上にいるバッハをちょっとタップしてみますねバッハをタップします バッハをタップすると、まあ、こんな画面が出てくるんですね。まあ、いかにも AI で書いた感じのこのバッハの画面っていうのが出てきますね。面白いですね。で、えー、バッハの作品が収録されているアルバムがたくさんここにあるんですけれども、例えばま今回の場合ですと、作品っていうのがね、ありやすいですよね。一番人気がある曲で、ちょっと管弦楽組曲第3番に長調っていうのがありますから、これをちょっとタップしてみましょう。実践上のアリアで有名な作品ですね。 あなるほどでそれでこういう「関連楽組曲第3番」に関する解説と、えー、それを収録している人気のレコーディングが、まあ、こういうふうにずらっと出てくるという感じになってます。これは本当に便利ですねということで「関連楽組曲第3番に丁蝶」っていうのはいわゆる「実践上のアリア」で有名な作品ですけれどもそれを知りたいなと思ったらこんな感じで、まあ、いわゆる名録音っていうのがこれだけ簡単にアクセスできますよというそういうことになってます。 もう一回トップの画面に戻ってきましたじゃ今度は検索機能っていうのがねどれぐらい使いやすくなっているのかっていうのをちょっと見てみたいなと思います画面左上からタップして検索タブをタップしますそうすると、まあ、いろんな、まあ、作曲家作品などって書いてありますけれどもいろんな作曲家や作品をここにタップすることによって検索することができますということですね さっき、えー、と革命の話をしましたので革命とちょっと検索してみましょうか革命とそうすると、まあ、こんな感じで作品名ですとかプレイリストとかそういうものがバッと出てくるわけですね、まあショスタゴービジの交響曲第2番「10、ま、月、あえー、革命に捧げる」っていうタイトルだったんですね、まあ、そういえばそうだったかもしれません はい、まあということで意外にもショスタゴービチは交響曲5番じゃなくて第2番の方が上に出てくるという感じですね。でまあこれをこう下の方にやっていくとですねトラックっていうところがあってここで、えー、ショパンの例の12のエチュードの紹介がありますね。その中にある「革命」っていう作品の通称がここで、えー、と分かるということですね。そうするとまあ革命のエチュードの録音がこういろいろ聞くことができるよということですねこれ便利ですね。 もう一回トップ画面に戻ってきましたえそうしたらですね、まあ、そもそもとしてクラシック好きなんだけれども演奏家とか作曲家とかも全然気にしないで bgm として楽しんでるよっていう方もいらっしゃると思うんですよねそういう方にはですねあのプレイリストっていう機能があってそれをうまく使うのがおすすめかなと思います下の方に行くとですね、まあ、アーティストによるプレイリストは、まあ、有名な 演奏家のプレイリストとか、まあ、そういうのいろいろあるんですけれども例えば今回ですと何がいいかな例えばまあ作曲家プレイリストとか使ってみましょうかそうすると多分ショパンとかバッハとか有名な作曲家っていうのがここにいると思うので、まあ、早速この強力な検索機能を使って調べてみましょうかバッハとあそうするとあ ヨハンセバスチャンバッハ、出てきますね。カールフィリップエマニュエルバッハっていうのは、これはあのバッハの息子のことですね。はい、ちょっと紛らわしいんですけどね。ヨハンセバスチャンバッハのプレイリストを立ち上げて、まあ、そうすると、こうバッハの作品をお手軽に、このカスタマイズされた。 プレイリストで楽しむことができるよっていうことですね。まあ、これをこうずっとかけていれば、マッハの曲が有名な曲がええと流れ続けるよと。とまあ、そういう使い方ができるので、まあ、この使い方非常に特に初心者なんかにはね。お勧すすめできるんじゃないかなと思ったりします。はい、という感じで、apple Music クラシカルの使用感の方を見てきました、えー、最後にですね。まあ、一応サブスクということなので。 料金の話をしておこうかなと思います。アップルミュージック実会費制ですので、え、実会費についてはこの辺に出しておきます。プランは三通りあって、個人プランが月額料金千八十円ですね。で、学生の場合は五百八十円で利用できると。これはまあありがたいですね。ファミリープランっていうのがあって、まあファミリープランっていうのは家族六人までだったかな？六人まで使うことができるプランです。個人プランの場合ですと。 iPhone で再生してる時に例えば別の iPad で再生しようとするとえっとそれはできなかったりするんですけれどもファミリープランですとデバイス6台までだったら同時でつなぐことができるよっていうそういう違いがあります、まあ、これは基本的に Apple Music 従来のものと変わらないですね Apple Music Classical のいいところはこれまでの Apple Music でサブスクリプション契約を結んでいる人であれば全く 会員登録とか改めてしなくても使えるっていうところが本当に便利ですよね。クラシック好きな方っていうのはぜひダウンロードして気軽に使ってみてくれたらいいんじゃないかなと思います。はい、そんな感じでいかがだったでしょうか。Apple Music ク,クラシカルのまあ総合的な評価なんですけれども、間違いなくまあ、クラシック音楽をサブスクで楽しむっていうことに関して言えば革命的なものになるんじゃないかなと言えるでしょうね。 私も昨日早速聴いてましたけれども12時間以上は聴いてましたね12時間以上アプリの上で迷子にならず好きな曲を求めていた録音にたどり着いて聴くことができて本当に楽しかったですクラシック初心者の方でもこれからちょっと詳しくなってみたいなっていう方には本当にお勧めできますしもっと気軽にねクラシックっていうものを楽しめるようになってったらいいんじゃないかなと思いますはいということで動画は以上になります 最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もしよろしければね、チャンネル登録やグッドボタン、コメントの方もお待ちしております。それではまた別の動画でお会いしましょう。さようなら。